千郎君は、新末民初の政治家。北京政府において、国務総理に就任した。次は、菅進む。1898年、母術家、第二皇第18位新士となる。以後、中央、各地方で職歴を重ね、1903年、観察も進むに昇進した。1904年より準警部署所兼民政部署所、女性省の続領となる。 1907年に、ジョが東三省総督になると、千能君もこれに従って東三省に赴任した。1910年、軍機大臣となった、ョの推薦により、千は、先制不正士となる。さらに、森里先制巡部となった。侵害革命が、先制省でも勃発すると、千はこれを鎮圧できず、革命派に捕虜とされた。その際に、千は、 拳銃自殺を図って果たせず、北京へ逃亡した。中華民国でも、仙濃君は、女性将との関係から遠征外に徴用された。1913年10月、熊丸都市内閣の内務部次長に就任する。1914年4月、猛虎、チベット、大見三将区の約崩壊議,議員に選出された。同年5月、国務協権冷静官総裁に就任した上補佐する。 形で、政治道右上県令政官副総裁に就任した。1915年10月、処理平正委員長兼、文官高等長会委員会委員長に任命された。1917年12月、王子沈内閣で、仙能君は内務総長に任命された。1918年2月、王が辞任すると3日間だけではあるが、代理国務総理を務めた。その後、 3月のダンキズイ内閣でも内務総長に再任される。10月、女性省が大総統に任命されると、千は再び代理国務総理となる。12月、正式に国務総理に任命された。しかし千能君は暗記派、直令派間の対立により、独自の指導力を発揮することはできなかった。最後は54運動発生の責任を取らされる。 形で、就任からわずか、半年後の1919 19年6月に、国務総理を罷免された。その後、祖節太古推理皇帝ただし弁、外交部顧問を歴任している。1924年6月5日、北京で病没。去年55、ありがとうございます。